どうもこんにちは、本田です。今日は置換積分を利用した定積分の計算をしてみよう。定積分になっても置換積分のルールは不定積分の時とほとんど同じ。ただ一点だけ注意が必要なんだ。それが区間対応。今日はこの一点だけ覚えよう。では早速 x×√x-1 の1から2までの積分、この定積分を計算してみよう。これはルートを丸ごと置換する。ルート x-1 を丸ごと t に置換したぜ。ここで今日の一番のポイント、区間対応を必ず行うこと。今回x の積分範囲は1から2までだよね。じゃあ x が1から2まで変化するとき、 t はどこからどこまで変化するのか、これが区間対応。これは置換した式の x に x の積分範囲を代入すれば、 x イコール1のとき t イコール0、 x イコール2のとき t イコール1になるから、 x の積分範囲1から2までは t の積分範囲0から1までに書き換えられるってわけだ。今日覚えてもらいたいのはマジでこれだけ。区間対応を必ず行うこと。そしたらこの式の両辺を2乗すれば x-1 イコール t 2乗になる。この式を x イコールの形にすれば x イコール t 2乗プラス1になるね。次に両辺を微分しよう。左辺は x で微分して dx をくっつける。右辺は t で微分して dt をくっつける。ということで積分範囲は0から1までに、 x は t 2乗プラス1に、ルート x-1 は t に、 dx は 2t dt に書き換えられる。つまり問題は 2t 4乗プラス 2t 2乗の0から1までの積分に書き換えられる。あとはこれを計算すれば15分の16、これ答え。今日の動画内容をまとめると、定積分の置換積分をするときに注意する点は1点だけ。区間対応を必ず行うこと。置換した式の x に x の積分範囲を代入して、置換した文字の積分範囲を求めよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。